にちは、授業準備 TV のゆめのんです。冬休み明けの3学期、少し久しぶりに集まる子どもたち。授業準備 TV では久しぶりに登校する子どもたちの緊張をほどいたり、クラスの雰囲気を温かくすることができる様々なレクをご紹介しています。今回は新学期におすすめのレクをご紹介していきます。様々なタイミングで取り入れやすいレクですので、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録もお願いします。新学期におすすめのレク、一つ目はサイコロ1出し。このゲームは一人でもできますが、二人組に行うとより盛り上がるそうです。まずサイコロを二人に一つ配ります。1分間の間に1が何回出るかを数えながら、交代交代で何回もサイコロを振っていきます。1分後に何回1が出たか先生が確認し、最高回数だったペアが優勝です。誰でも勝てる可能性があって楽しそうですね。2つ目はプリンを狙えです。子供は机を挟んで向かい合わせに座り、手は頭の上に乗せます。2人の間に消しゴムを1つ置いて、先生がおにぎりと言ったら子供はおおと言って右手を上げます。先生が焼きそばと言ったら子供はやーと言って左手を上げます。先生がプリンと言ったら机の上に置いてある消しゴムを取ります。プリン以外の時に消しゴムに触れてしまうと負けになります。3つ目はキャッチです。子供たちは 4,5 人で輪になり、右手は人差し指を出し、左手は指で輪っかを作ります。隣の人の左手に右手の指を入れるようにします。この時はまだ指を握らずに、先生がキャッチと言ったら左手を握り、相手の指を捕まえ、右手の指は捕まらないように逃げます。キャッチという時にキャッキャッキャッとタメを作ってみたり、キャベツなどと他の言葉を言ってみたりすると盛り上がるそうです。4つ目はマス目トークです。これは子どもたちが一人で行います。方眼のノートなどを使い、先生の指示を聞いてどこのマス目にいるのかを最後に当てるゲームです。まず自分でスタートのマス目を選びます。先生が上、右、左、下、下など指示を出して、子どもたちはその通りにスタートのマス目から鉛筆を動かしていきます。最後に先生が今スタートから見てどこにいるかなと聞いて、子どもたちが答えます。簡単そうに見えるかもしれませんが、マス目を見ながら聞く力が試されるゲームです。先生が出す指示を東西南北に変えてみたり、英語に変えてみても楽しそうですね。新学期におすすめのレク、最後は S1 グランプリです。このゲームは一人でもできますが、二人組で行うのがおすすめです。S はスモールの S です。先生が指定した範囲の数字の中で、自分たちが選んだ数字が一番小さい数字だったら勝ちというゲームです。しかし、他のペアと被ってしまったらアウトのため、1を選べばいいというわけではありません。ペアで数字を決めたら、数字を紙に書いてその場で立ち上がり、全員が立ったら先生が20、19、18と指定した範囲の数字をカウントダウンしていきます。自分たちが選んだ数字の番で挙手し、他のペアと被らずに一番小さい数字だったペアが勝ちという流れです。指定した範囲をだんだん少なくしていくのもおすすめだそうです。様々な場面で使えるレク、たくさん知っているとクラスの雰囲気や場面、レクに使える時間の長さによって使い分けていけそうですね。子どもたちの実情に合わせてぜひアレンジしながら行ってみてください。いかがでしたでしょうか。今回は新学期におすすめのレクを5つご紹介しました。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。